こんにちは、長谷川京子です。今日は私の1週間コーディネートをご紹介したいと思います。大人のミニ丈ルックです。去年の冬からすごくミニスカートを履く機会が増えて、まあ、冬だったからタイツとかね結構ごまかせてたんですけど、春先にミニスカート履きたい時にどうしよう足元って考えたんですけど、やっぱりもうこれぐらいそのポインテッドトゥーのヒールでもう木をてらわずにバンと足を出した方がやっぱり、まあ、コーディネートとしてまとまるっていうかバランスがいいというか、やっぱ足もすごく綺麗に見えるなと思ってちょっと着てみました。大人の女性にもミニスカート生足でバンと履いてほしいなって思います。で、スカートがバレンティノのミニスカートです。丈感がすごく大事だなと思います。その人それぞれの体型があると思うんで、私はちょっと長すぎる、これよりももうちょっと長かったりすると自分のコーディネートとしてはちょっと難しいかな。だからもう膝下なら膝下、もしくは短いならこんぐらいをこうバーンと潔く私は履きたいなと思っていて、タイトよりはフレアのこういうミニスカートの方が他のところでこうちょっとこう可愛らしくなりがちなところをちょっと抑えたり締めたりとか、こういうちょっとストイックなジャケットを羽織ることのこのバランスがすごく好き。T シャツが、ジルサンダーです。これもすごく私の首の詰まりとかサイズ感とかがすごく好きな T シャツです。で、ジャケットがオフホワイト。で、バッグがアンブッシュ。これこうやって持ってもいいし、こうやって手に入れてこうやって持てるんですごく楽なクラッチバッグなんです。で、意外と物もいっぱい入るんで、すごい活用してます。なんでしょうね、こうパンツスタイルとは違うふわっとした感じになって女の子らしい気分になれる。次、ミーティングの日のコーディネートです。2シーズン目の、コラボレーションさせていただいたリムガジェットさんとのリネンのシャツとパンツに、まあ、パンツにサスペンダーをつけて、セットアップで着ています。でこれは私が今季一番作りたかったもので、アメリカのちょっとオールドスタイルの男性のこのよくサスペンダーをしてるあの時代のその男性のファッションがすごい好き でそれを女性が着れるようにエレガントにになるようにちょっと考えて作らせていただきました。このパンツは割とこう大きめのシルエットで、でもこれここで調整ができるんですよね。で今はすごくハイウエストでキュッと締めてこのサスペンダーをしてるんですけど、これサスペンダー取ってここを緩めたら腰で履けるようにもなってるんですね。メンズライクな方が一見そこから出る女性性っていうのが私がすごく大好きな女性像なんで、ヒールが、マロンスリアーズという、イギリスのブランドで非常に本当に履きやすいんですけど、ちょっとメンズっぽいファッションにちょっとエレガントな靴を合わせて、アクセサリーが、リングが手先のパール、これが、ビジュード M の、パールの、チョーカーです。もう最近私の中でまたパールをつける機会が増えてきて、なんででしょうね、服がやっぱカジュアルになっていくとエッジをつけたいとかエレガントにしたいっていう時にすごくやっぱりパールってバランスがよくって、例えば真っ白い T シャツにパールだけでもかっこいいですし、なんかそのパールの良さっていうものをなんか再認識してますね。顔周りにつけるアクセサリーが必要になってきた年になったなっていうのは正直実感してます。ラグジュアリーな、ストリートスタイルです。リアーナのファッションがすごく好きで、まあ、彼女はすごくストリートなファッションをすごく上手に着こなすと思うんですけど、そのなんかこうちょっとエッセンスをいつも取り入れたいなと思ってて、友達とちょっとお茶をしに行くとか、どっかエキシビジョンに行くとか、友人の展示会に行くとか、とにかくその友人とどこか行くときにちょっとこういうカジュアルでちょっと遊びのあるスタイルをよくしていきます。
で、これがトップスがティーバーアレクサンダー1で、数年前に購入したんですけど、なかなかちょっとお腹を出すっていうのは度胸がなくて、今年はちょっと行きたいなと思ってます。で、こっちの、デニムがアレキサンダー1で、これがすごく便利なのは、あの中からショーツが見えてるように見えてて、デニムにくっついてるだけなんですけど、ちょうどハイウエストのところで、あのちゃんとお腹を守ってくれるっていうか、冷やさずにちょうどいいバランスで肌をこうやって見せてくれてるんで、その出しすぎちゃうと、やっぱ大人としてはちょっとトゥーマッチかなと思うんですけど、これぐらいの露出はすごくバランスがいいと思ってます。で、上のコートが、これがワイズです。ちょっとビッグシルエットの白のロングで、どんな結構シチュエーションでもバサッと貼ると形になってすごいかっこいいんで、大好きで愛用してます。このアクセサリーがヘロンプレストンっていうところです。こういうストリートの時にはガツッとパンチ効かせてくれるんで、私はすごく好きです。で、バッグなんですけど、バッグがこれは、バーバリー、なんかこういう風に斜め掛けにしたりとか、肩にかけてこういう風にちょっと軽快に、とにかく毎日忙しくしてるんで、走れるファッションってすごい私にとって大事かも。さらにこれからの季節、どんどんちょっと日が強くなってくるんで、私はだいたいやっぱり外に出る時にサングラスをつけたりするんですけど、この 1,2 年はなかなかサングラスができないんですけど、今年はサングラスがつけられるといいな。私流のカラーミックスコーデです。私がすごくカラーをビビッドな色とビビッドな色を組み合わせるのがすごく好きでして、今日もそういう本当に自分で見てもこうやってもう目がチカチカするみたいなコーディネートなんですけど、なんかそれをいろんなこうアクセサリーをつけたりバッグを出したりして、なんかバランス取るっていう、なんかこうキワッキワのファッションがすごい好きなんです。ピンクのシャツがハイダーカーマンのシャツで、このちょっとカシュクールみたいになってて、すごくあのセクシーなんですけど、何よりこの光沢、ピンクでさらにこんなに光沢出すのっていうのが、なかなかその日本のブランドでは見かけないですし、すっごい全てが絶妙なところにあるなと思ってすごい好きです。で、この緑のパンツがエストネーションのオリジナルです。カラーパンツは私いっぱい持ってて、グリーンにしてもいろんなグリーンのパンツがまだ家にも数点あるんですけど、何でしょう、 V のすごく素材のいいニットとか羽織るだけで、すごくなんかこうちょっと上品な感じ、まあ自分が思ういわゆるちょっとこうパリジェンヌみたいな。シューズがヒールが、ボッテガベネタ、このヒールの部分がね可愛いですよね。これでちょっとポインテッドの尖った靴を履くとアグレッシブすぎるから、あのこれぐらいちょっと丸い感じの可愛いコロンとした靴を合わせました。バッグが、セリーヌのクラッチバッグです。で、これがミオハルタカの、リングと、こっちの方が、グッチのリングです。で、これがハサキ、こっちが、ビジュード M です。レオパードの、バッグがこのクラッチ以外にも2つぐらい家にあるんですけど、ピンクにグリーンにレオパード持ってくるっていう時でも妙なハマり方をするのが私すごく好きで、こういうバッグでお出かけできる日をなるべく作ろうと思ってます。このコーディネートはママ的オンスタイルです。私子供が2人いて、入学式に始まって、あと授業参観であったりとか、学校行事のセレモニーに近いようなあの行事の時のスタイルをちょっとしてみました。ワンピースはダンカンというニューヨークのブランドなんですけど、ちょっと正直私も
知らなかったブランドで、っていうのも結構毎シーズン毎シーズン1回か2回はマッチズファッション .com っていうサイト、イギリスのサイト、ファッションサイトがあるんですけど、結構それを覗いていて、で気になる服を結構ピックアップするんで、あんまりなんかブランドに縛られないで、可愛いと思って買って、初めて知るブランドっていうのが結構多くって、結構こうやって羽がこうサイドについていて、結構トゥーマッチなんじゃないかとも思うんですけど、私も最初はいろいろ結構どこら辺までのファッションをして OK なのかなって、こうちょっと周りを見ながらいろいろこう割と控えめな格好をしてたんですけど、まあもうこれぐらい遊びがあってもいいんじゃないかなと思って、今日はこのコーディネートにしてみました。ただやはりちょっとアクセサリーとかはちょっと控えめに、あんまりすごく過敏にはしないで、ちょっと自分で楽しむぐらいの控えめのアクセサリーがいいのかなと思ってます。でバッグがもうこれもいわゆる私の中では子どもの学校行事の王道なんですけど、サルバトーレフェラガモのバッグなんですけど、もう少しちょっと私らしい要素を入れてもいいのかなって思う場合に、これ以外のオプションがあります。オフホワイトのバッグです。オフホワイトってイメージがストリートだと思うんですけど、このバッグが比較的クラシックですし、でもちゃんとエッジもあるんで、私はなんかこういうきちんとした場所に行くような時でも割とこのバッグは使ってます。次行きます。狙いすぎないセクシールックです。かなりでもちょっと胸元結構際どいんで、狙いすぎだともちょっと思うんですけど、まあ狙いすぎないセクシールックです。狙ってないのにセクシーっていうところのバランスで言うと、私のプロデュースしてるブランドの SV が本当にそういう意味では結構カットが深く入ってるんで、だいぶその露出はあるんですけど、その上にすごくこういうちょっと大きめのサイズのジャケットをバサッと羽織るのが私的なセクシーの定義っていうか、すごく心地がいいです。なんかセクシーって言ってすごくこうボディーコンシャスな服も好きなんですけど、どっか外すとかちょっとメンズライクに持っていくみたいのがすごく私にとって居心地のいいバランスです。ジャケットのこのセットアップがジョン・ローレンス・サリバンです。私が好きな女性性の出し方って、こういうちょっと大きめのジャケットを体に羽織って、その中からこうちょっとにじみ出る女性性みたいなのが私はすごく好きで、なのでよく持ってるジャケットは結構これぐらい大きめのジャケットで、こう肩で羽織ってきたりとか、まあ、こうやってきて腕をまくったりしてるんですけど、よくこういう着方をします。JW アンダーソンのミニバッグです。なんかこれぐらいのちっちゃさが遊び心があってすごく可愛いなと思って、まあ夜に出かけるぐらいなんでちょうどいいかなっていう感じ。このコーディネートですごい完成だと思うんですけども、靴でもうちょっと抜け感を出せると思うんで、例えばこのアンブッシュのサンダル、まあ、ちょっとカジュアルダウンのものかな、ちょっと締まりますよね、黒いサンダルにした方がよりなんかこうちょっとスタイリッシュとかクールな感じになるのかなと思います。パーティールックスタイルです。ワンピースが、ヌメロベントゥーノ、数年前、2年ぐらい前にこれもマッチズで買いました。今思えば結構すごい服をなんか見もしないで最悪ファッションサイトで買ったなと思うんですけど、でも良かったです。ちゃんとサイズも合ってて、シューズがこれサマーブーツなんですけど、ヴィトンのサマーブーツです。このやっぱ甘いドレスにこうちょっと締めたブーツでこうギャップを作りたいなと思って、パーティーに行くときはもうこの1枚でもいいと思うんですけど、まあ、移動とか何か羽織物どうしようかなと思ったときに、やっぱりドレスがすごくドレッシーですし、そういう意味ではちょっとスイートなんで、ライダースのジャケットを羽織ります。これが、バレンシアガのライダースジャケットで、もうずいぶん前に買ったものなんですけど、やっぱりスイートな服をスイートなまま着るのがちょっと私気恥ずかしいんで、どっかで外したりとか、どっかでちょっとこう
スパイスを入れたいなと思ってて、こういうスタイルです。でこのコーディネートは私の中では夜のイベントとかでお呼ばれした時のフォーマルな自分の中のコーディネートなんですけども、カジュアルダウンしてもういいかなっていう時の崩し方としてバッグをちょっと変えてみたいと思います。エトロのクマさんのバッグなんですけど、遊び心満載なんでこうして寝ても可愛いのかなと思います。エトロの柄にクマっていうそのギャップですよね。もうそれがたまらなくこう大人の女性のなんかこうちょっとハートをわしづかみにする感じは、私がそうだったんですけど、たまんないですね。今日は私の1週間コーディネートをご紹介させていただきました。最後までご覧になっていただきありがとうございました。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。じゃあね。